ワルテル・ベルトローには、イタリアの政治家、会員議員、ローマ市長、副首相、文化財、文化活動省、民主党書記長、左翼民主主義者書記長、ローマ市議会議員を歴任。ベルトローにトレントにて、ラツヨ州ローマ県ローマ出身。 15歳の時にイタリア青年共産同盟に所属し、1976年のローマ市議選にイタリア共産党から出馬、当選する。1987年イタリア総選挙、会員選で PCI から出馬し、会議員に当選。1988年には当全国初期局員に就任する。党内ではアキレオケットの側近として行動を取り、 PCI の政権参画と社会民主主義政党への転換を目指して1991年に左翼民主党を結成。1992年から1996年まで党機関紙ルニータの編集長としてロマーノ・プローディと共に中道左翼連合を発足させ、政権交代を達成し、副首相に就任。その後、PDS は解消し、左翼民主主義者が発足。 当初機長に就任した。2001年、フランチェスコ・ルテッリの国政復帰と入れ替わる形で、ローマ市長選に出馬、当選する。2007年、マルゲリータと DS が合流し、新党、民主党を結成。当初機長選挙で75%の得票率を獲得し、圧勝、初期長に就任した。2008年、ローマ市長を辞職して、改善に、 PD の首相候補として出馬、結果はシルビオベルルスコ補に率いる自由の人民が圧勝し PD の下野が確定するも会議員に吹き合わせて初期長職の留任を表明した2009年サルデーニャ州知事選挙で民主党の現職候補が落選した責任により初期長の辞任を表明した2013年会員選に不出馬、イタリア共産党 イタリア青年共産同盟所属、ローマ審議会議員選挙当選。6月14日から、第9回イタリア総選挙、会議員選挙当選。左翼民主党結成。4月5日から、第10回イタリア総選挙、会議員選挙に期目当選。5月27日第11回イタリア総選挙、会議員選挙3期目当選。4月21日第12回イタリア総選挙、 会議員選挙4期目当選。左翼民主主義者結成。党初記長就任。ローマ市長選挙当選。ローマ市長選挙2期目当選。民主党結成。党初記長就任。4月14日から第16回イタリア総選挙。会議員選挙5期目当選。ありがとうございます。